始まります。歴史的瞬間が今始まる。さあゴングが鳴りました。フランシスコ・フィリオ対アンディ・フグ、6年の時を超えて今2人がこのリング上グローブをつけて相まみえます。石井館長、はい、戦いが始まりました。どんなお気持ちですか？もうこっちまで今体が動いてますよ。本当にそうですね。いや本当に入場の時にアンディが聖堂会館の道着着て、フィリオが極真の道着着て、脱いだ後ですね、アンディがスイスのカラーで、はい、フィリオがブラジルカラーなんですね。本当そうですね。その辺も面白いですね。いろいろなものをこの2人は背負ってね、背負ってますね、今日は戦うことになりますが、いや一茂さん、はい、一茂さんもこの戦いを、ね、待っていた一人でありますが、なんかこっちが、ね、ドキドキしてもしょうがないんですけども、本当に石井館長今こっちが体動いてるって言ったんですよ。僕もなんか本当心臓がバク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 してて、まあ、どっちが勝っても負けてもね、本当にいい試合を。フィリオ選手すごくあの集中してますよね、アンディにね。あ、試合に集中してますよ、この辺やっぱ精神力ですね。さあ左に飛び込んでいったアンディです。三宅さん、はい、試合前のアンディフですが、はい、どうぞ。ここのところ少しナーバスな部分を見せることもあったアンディなんですが、今日は全く違いますね。と言いますと、それこそもう最後の最後まで相手の息の根を止めてやろうというような殺気みたいなものがもうビンビンに漂ってますね。なんかアンディの殺気伝わってきますよね。伝わってきますね。アンディサイド森アナウンサーのリポートですが、あ、なるほど、あの左の横蹴強いんですよ、はい、フィリオ選手の。それと右の肺、それから左の肺が速いですね、すごく。あの極真世界大会でフィリオがフグを破った時、左肺、左肺でしたね。だからアンディはサウスポーの方がいいんですね、今日は。サウスポーの方がいいんですか。あの右のキックの方が左に比べるとそれほどでもないということなんですか。いや、右はね、力強いんですよ。力のいいキックですよね。モーションが大きいんですよね。左は速いんですよ、ノーモーションできますから。なるほど、見えないですよ。そういうことなんですね。この前は左のアンディの蹴りが、はい、あのフィリオの蹴りが入る前です、はい、アンディも時々しかしオーストックスに変えたり、ちょっといろいろ変えてみてますが、本当のフィリオ選手は2ヶ月ぐらいのトレーニングだって言ってるんですけども、まあ、前からちょっとやってたと思うんですが、逆にあんまりトレーニングしすぎてない時っていうかですね、空手の気持ちで戦った方がいいと思うんですよね。でもフィリオ選手はあのキックパンツよく似合いますよね。似合いますね、あれあのブラジルの国旗の緑を意識してたと思うんですけど、すごく似合ってますね、はい、アンディ選手のブランコ仕掛けてやった時も、まだ撃だ。こんな決まり方で決まるとは思わなかったですね。歴史は繰り返された。フランシスコ・フィリオ、こんな決まり